こんにちは、りょうです、えー、今日はね、サラリーマンは搾取されていると主張する人が株式投資をしない3つの理由についてね、話をしていきたいと思います。えー、今日はね、質問というか話題なんですけど、えー、僕の周りにはね、経営者とか投資家仲間だけじゃなくって、会社員の友達もたくさんいるんですね。 で、まあ同窓会とかも最近行ってきたんですけど、ね、その中で、えー、会社員はね、えー、現代社会の奴隷だとかね、まあサラリーマンは搾取されてるとか、まあこういうことがよく話題になってたりするわけですよ。で、えー、これを言ってるね、まあ久しぶりに会った友人とかで、これを言ってる人に限って、一切株式投資をしないんですよね。で、今日は、えー、サラリーマンは搾取されてるって主張する人が株式投資をしない3つの理由についてね,ね、話をしていきたいと思います。ここからね、まあ何が見えてくるかってところで参考にしてほしいんですけど、まず、上がらない給与と、 それから増える企業利益ですね。まず本当に会社員は会社に搾取されてるって言えるのかについて、まあ、簡単に見ていきましょうと。えー、給与の推移ですよね。まずはね。えー、日本ではね、えー、こんな感じと。1990年以降、約20年以上にわたってほとんど給与水準が変わってないっていうデータがあるんですね。民間平均給与の推移なんですけど、えー、1990年以降ね。 まあほとんど、えー、変わってないっていうね。まあ一回バブルの時あたりで上がってるんですけど、えー、その後ね、まあドカーンと落ち込んで、まあそれ以降結局なかなかバブルの時も超えれてないということなんですけど、えー、最近ね、結構これ見ると、まあ最近はね、こうバブルが崩壊したりとか、まあリーマンショックがあったりとかしてガコッと落ち込んで、でその後ね、ちょっと持ち直してきてるようにも見えるんですけど、基本的にはこれを見ると下がってるって言えるようなまあ推移ですよね。昔に比べてね。他の国っていうのはどんどん平均の給与が上がっていってね、モリーマンショックから回復してる国もほとんどなのに、 えー、なかなかね、日本では超えれてないとで、物価水準があんまり変わってないこととか、えー、年収に占める税金とか社会保険料の割合が高くなってるんですよね同じ給与をもらってたとしても社会保険料とかがどんどん上がってるんですよなんでこれらを考慮するとまあ、家計はね、苦しくなってるって言って良さそうですよね で、こういう状況なんで、えー、自分はこんなに頑張ってるのに生活が苦しいとかね、えー、どこかに会社員を搾取していい暮らしをしてる人たちがいるはずだってね、まあ、こう考える人がいてもおかしくはないと。じゃあ、会社の利益はどうなってるのかっていうのを次にね、ちょっと見ていきましょうと。企業利益っていうのは増えてるんですね。えー、直近のね、東証一部上場企業の最終利益、まあ大きい企業の最終利益はもう過去最高レベルなんですよ。えー、要はね、儲かってますと。 いうことなんですね。まあ、リーマンショックの時は確かに、えー、利益ね、がと落ち込んでるんですけど、まあ、それ以降ね、えー、もう過去最高益なんですよ。企業は、リーマンショックからもう完全にね、まあ、立ち直っていというか、えー、その時よりも、は、え、る、ー、かに、そのリーマンショック前の一番最高だった時よりも、今はね、儲かってるよと。えー、そういうことなんですねで。もしこの利益が、でも会社員の給料変わってないわけですよね。じゃあ、この利益が会社員に還元されてないとしたら、一体ここで稼いだ利益はどこ行ってしまったのかってなりません。だってね、えー、みんなの給料もリーマンショック より前とか、まあ、それ以上になってるわけだから、給料もそれに合わせてそれだけ上がってるんだったらいいんですけど、必ずしもそう実感してない人って多いと思うんですよ。なぜなら平均の給料見てもほとんど上がってないからね。で,でも、企業としては儲かってると実際。じゃあ、 この利益は一体どこに行ってしまったのかってことなんですけど、つ、えー、まるところね、会社が稼いだ利益の行き先ってね、2つしかないんですよ。えー、社内に蓄えるか、株主に還元するか、この2つどっちかしかないんですねで。社内に蓄えるっていうのは、来期以降のね、来年からの事業拡大に使うっていうことですね。まあ、機械を入れたりとかね、まあ、いろんなことありますよね。で、えー、企業がね、蓄えた財産っていうのはまあ、内部留保っていうんですけど、この内部留保は、えー、こんな感じでね、過去最高レベルに達してるんですよ。だから、企業 はねねま貯金というか、まあ、内部流報をを、ね、めめ込んでる利益を溜め込んんんででるる利益だよっていうそういうううそことですだからみんなの給料の方に還元されてないわけですよ。で、えー、この右肩上がりの利益を、ね、背景に株主への配当総額っていうのも過去最高位水準になってるんだよと。えー、これね、配当はねどんどん増えてるんですよ。株主に対しての配当はどんどん増えてると。で、えー、給料が上がらずに不満を抱えてる会社員とは対照的にね、やっぱり企業はたくさんお金を持ってるって言ってね、ね良さそうということですね。 で、株主にも還元していってると。まあ、こんな感じですね。で、三つ目ね、会社員は搾取されてるかってことなんですけど、まあ、ここまで見るとね、ほーらと、やっぱり搾取されてると。僕たちはこんなにストレス抱えて、毎日通勤電車やって嫌な上司にもね、んま、あ頭を下げながらで疲弊してるのに会社ばっかりこんなに稼いでるなんて、もっと還元しろや、みたいなね。なんかそんな声で聞こえてきそうだし、実際ね、まあ、聞こえてくることってあるんですけど。まあ あの何をもってね、搾取と呼ぶかっていうのはさておきですよ。えー、会社員は自分たちの待遇にまず不満を抱えてると。でね、企業は一方ね、過去最高レベルで富を蓄えていると。この二つは否定しがたいと。ね、事実としてこの二つがまずありよと。で、何もアクションを起こさないっていうのは、まあ、いまいちな気がしますよねで。なんでなら、なぜなら状況がこれ以上好転するっていう見込み持てないからですよ。今この状況なわけですよ。会社員は自分の待遇に不満を抱えてて、給料も全然上がんないんだと。で企業 企業は過去最高レベルで富蓄えてるし株主に対して配当も出していってるとどんどん過去最高レベルで出していってるとでもでこのまま何もアクションを起こさないとすると、えー、これ以上ね状況が好転するからなんか会社たち会社がねちょっと今まで君たちよく頑張ってくれたねと、えー、これからはね、えー、ちょっと会社員にももっともっとみんなにも還元するから給料来年から倍にしようって言ってね絶対ならないってそういうことですよね でえー、日本とかこの欧州諸国っていうのは、労働者の権利が手厚く守られてる国なんですね、ひとたび会社員渡っちゃうと、辞めさせることがそう簡単じゃないんですよ、だから今の法律を考えると、搾取されているっていうと、ちょっと言い過ぎな気もするかなっていうところあるんですよね。 結局、まあ、簡単に会社ってね、一回雇うと、辞めさすことってできないんで、まあ、すごく守られてると。ということは、ま、会社からするとすごくふた負担があるんですね。さら会社員を雇うっていうのはね。まあ、だから、搾取されてるかっていうとこまで言うと言い過ぎな気もするし、まあ、とはいえ、やっぱり割に合ってないような、もっと還元してもいいんじゃないかな、みたいな。まあ、そんな気もするし、ということで。まあ、現状そんな感じかなと。会社側の、まあ、まあ、気持ちもわかるけど、まあ、まあ、サラリーマンの気持ちもわかるよねってまあそんな感じですかね。で、えー、僕としてはね、 えー、従業員は搾取されてるっていうのも事実だと、真実だと感じてるし、ね、従業員が会社を搾取してるというとも言えるんじゃないかなと思ってて、まあ、働かないおじさん、いやいや、こんなこと言うと、従業員が会社を搾取してるってどういうことやと思うかもしれないですけどね、世の中にはこう働かないおじさんとか、働かないおばさんっていうのがね、もう本当にね、たくさんいるんですよ、えー、世界最大の不老所得勢力だと思ってるんですけど、結構いるでしょ、職場にも。なんでこんなやつが自分より給料高いんかなとか、ぶら下がりおじさんとかね、まあ、言ったりするんですけど、そういう。 人結構いたりしますよねでもし会社が従業員を搾取してるんだったら搾取されない、えーねえー、状況を改善させるための方法は2つなんだよと、えー、会社員を辞めるか、えー、自分が会社の所有者つまり株主になると、まあ、なんだかんだ言ってね会社員生活が生活の支えになってて辞めるに辞められないっていう人が多いのが現実だと思うんですよたとえフリーランスで独立したとしても高い専門性がな,なかったらね、まあ、いいように使われちゃうみたいなそういう現実は変わらないと、まあ、そんな感じなんですよね なんで、それだったら株を買って株主になろうっていうのが手っ取り早いよねと。えー、結局、会社員をやってても、なかなか会社は、 給料に対して還元もなかなかね、まあ、会社も守らないといけないからいろんなものをね。えー、なんでリスクヘッジでなかなか給料には還元してくれないと。えー、なおかつ、えー、ぶら下がりおじさんとかね、えー、そういうおじさん、働かないおじさんたちがいて、えー、自分たち、本当は若くて一生懸命一番仕事できる人たちが給料もらわないといけないんだけど、そういう人たちに搾取されてるから。えー、だから、えー、自分たちになかなかね、分配が回ってこないと。まあ、そういうなかなか不都合と不条理というかね、まあ、そういう現実なんだよと。だから、えー、かといってフリーランスやろうと思って、 いいききななりででるもんでもんよねとだからえどうしたらいいのっていうと株を買って株主になってしまうっていうのが手っ取り早いよねっていう話なんですよ。だけどこれを言ってもところがですよ、えー、こうやって言ってもやっぱり株式投資をしようとするっていう人は決して多くないんですよね。じゃあ次にその理由を、えー、3つね解説していきたいと思います。なんで株式投資しないのっていう話ですよね、えー。じゃあ自分たちは搾取されてるって感じるのに株式投資をしない理由と搾取されてるって思うんだったら会社のオーナー側にね、えー、なればいいわけですよ。なんだけど株式投資 しない理由はこの3つですよね、えー、まず、お金がないと。まず、単純に投資に回せるお金がないというケースですよね。 金融資産保有世帯でのねこの中央値っていうのを見てみると、まあ、こんな感じと、えー、20代で85万円、30代で250万円、40代で500万円、まあ、このぐらいが、えー、まあ貯金のね,ね貯蓄の中央値になってくるかなというところなんですけど、このデータを見る限り、株主になってね会社が貯め込んでる利益に対して所有権を持てたら OK と、まあ要は株,株を買って株主になってやれみたいなねって言えるほど簡単な状況じゃないことが分かるんだと、要はお金がないってことですよね。えー、給料を増やさなかった だったら投資のためのお金を確保できない、でも給料は増えないっていうね、だから困ってるんだみたいな、まあ、こんな状況ですよね。で、何にせよ現状を出したいと思うんだったら、えー、転職して少しでも待遇を上げるのか、副業に取り組んで少しでも収入を増やすって、こういう努力が必要になってくるわけですね。で、えー、僕としてはじゃあ、どっちをお勧めするのかっていうと、僕はね、副業の方をお勧めしてるんですよね。どっちかといえばね、えー、会社員の収入っていうのは、上限がきっちり抑えられてて伸びにくいんだけど、自営業は青天井だからね。 でもしかしたら頑張っても収入はゼロかもしれないけど、こういう事業所得とか副業っていうのは。でも、逆に少しでもうまくいったら月収50万とか平気でいくんですよ。で、兼業だからこそ思い切ってリスクが取れるよねとえ。だからサラリーマンを伸ばすっていうのも一つの選択なんだけど、僕としてはサラリーマンである程度最低限の生活が確保できるんだったら、えー、副業の方にね、まあ、思い切りリスクそっちを取っても失うものってそんなにないよねと。まあこんな話はよくするんですけどね。 で、実際、副業を、ね、ネタなんて思いつかないと、どうやってそんなこと言うけど、どうやって稼いだらいいのっていう、え、こと言われるわけですけど、それはいっぱい過去の動画で話してますよと。まあ、こんなのが一つですけどね、えー、ほぼ在宅で副業でね、事業所得を最速で増やす方法7000とかね、まあ、こんな動画で話してるんで参考にしてほしいかなと。で、えー、どうしてもね、サラリーマンっていうのがやっぱり辞めれ、辞めれないというか、副業じゃ嫌だと。 えーね、やっぱりサラリーマンってうと、やっぱり決められた時間とかでやっていくのが一番自分は合ってるんだみたいな。サラリーマンを辞める気はもうさらざらないと。副業も嫌だと。えー、でも、年収は伸ばしたいっていうね。えー、人は、えー、サラリーマンって現状維持しながら年収アップさせたいんだったらね、やっぱりこれしかないんですよ。転職しかないんですね。えー、このね、サラリーマンの年収にまつわる3つの残酷な真実、年収アップ戦略ありっていう、えー、動画で解説してるんですけど、まあ、転職していくしかね、方法がないんですよ。 なんで、まあ、この現状はね、認識しておきましょうと。これが、まあ、お金がないっていうのが一つ目ですね、理由としてね。で、二つ目、えー、実は株式会社の仕組みを理解してないと。こういう人結構いるんですね。えー、実はね、株式会社の仕組みを理解してないパターンですね。搾取されてるんだって、ね、なんか文句を言ってみたものの、えー、実は会社の仕組みがどうなってて、誰がどこでどうやって稼いでるのか、具体的には知らないっていうね、この資本主義社会のルールを知らないっていうね、不満だから声を上げてるだけみたいな。まあ、これだけ閉塞感のある世の中ですからね、まあ、こういった気持ちわかるよと。 わかるんだけど、えー、株式会社の仕組みとか、この資本主義の仕組みを理解しないといけないやっぱりね、このルールを理解しようってことですね。で、この株式会社の仕組みをちゃんと、えー、理解したければ、やっぱり簿記についてね、本当にね、かじるぐらいでもいいんで、やっぱ簿記について学ぶ必要がありますと、えー。先ほど見せたグラフをね、もう一度見てみてほしいんですけど、えー、これですね、内部留保の推移ってことでね、えー、これですね、まあ、企業がいっぱい利益をね、ため込んでるよってことなんですけど、この内部留保が過去最高のね、何兆円にみたいなこと、時々ニュースになってますよね、なってるんですけど、 このニュースを見て企業が現金を貯め込んでるんだって思ってしまった人は会社の仕組みをよく,よく理解してないってことなんですよ内部留保っていうのは会社が稼いだ利益のうちね株主に還元しなかったお金のことなんですね会社に残した利益っていうのは翌年の設備投資とかね、えー、そういった機械新しくしようとか、えー、そういったことに使われるんですよだから必ずしも現金で社内に残ってるってわけじゃないんでここはね勘違いされちゃったりするんでねまあその辺は覚えておいてほしいなとで えー、この僕たちが生きている資本主義経済っていうのは株式会社っていう仕組みとともに発展してきたんですよね。この仕組みっていうのがまあ素晴らしかったんですよ、えー、実際ね。で、えー、会社っていうのは簿記っていう技術に支えられて進化してきたんですね。だから、この株式会社と簿記というのはセットなんですよ。だからこの株式会社の仕組み、この資本主義社会は株式会社と共に発展してきたし、この株式会社っていう仕組みは簿記っていう技術に支えられて進化してきたから、やっぱりね、ここを学びたいと思ったら、簿、え、記、ー、を学ぶ必要があるんですね。だから 会計っていうのを学んで株式会社の仕組みに対してね、えー、詳しくなることは絶対無駄にならないよと、えー、いうことですね。まあ興味ある人はね、えー、ぜひ簿記とかビジネス会計の検定とか、まあ資格に取り組んでみるっていうのも一ついいと思います。この辺のね、えー、知識を蓄えたいという人は。ねメリットについては動画でもまとめてるんでね、参考にしてほしいかなと思います。本気でお金持ちになりたいんだったら簿記と FP を学ぶべき5つの理由ってことでね。本当にまあ、えー、実際ね、資格まで取れなくても結構真面目にやれば誰でも取れる資格ですし、えー、取ってもね、取,らなか取れなか取れ なかったとしてもこのの学びっていうのが無駄にならならいと思うんでね、えー、これが2つ目の理由ですね投資してない理由ね、えー、それから3つ目、えー、投資なんて損をすると思ってると、えー、最後はこれですね投資イコール損するものって思ってるパターンこれね結構思ってる人多いですよねで 会社が従業員を搾取してるっていう前提に立つのであれば株主になってね会社の所有者になってしまえば損するわけないんですよだって会社が従業員から搾取してて、えーね、じゃあその利益は株主に言ってるわけだからじゃあ株主になっちゃえば会社の所有者になっちゃえば損するわけないんですよ、えー、そういうことですよねなんだけど、えー、もしねだから自分が株式会社に投資をすることで損をするって思ってるっていうんだったらその考えがね意味するところっていうのは会社員は不幸 なるし会社経営者も不幸になるし株主も不幸になるっていう,もうこういうねもう右肩下がりの経済生きてるととんでもない世界の中で生きてるっていうそういうことになるんですよだから会社に文句は言うということですねなんか会社員って搾取されてるしとか言ってね文句は言うとでも株主にはならないってこれはもうすごいことですよ会社員不幸会社の経営者も不幸株主不幸になるってもう誰も幸せになってないみたいなねルーズルーズの世界みたいなねウィンウィンの真逆みたいなまあそういう世界を生きてるっていうね そういうことを意味しちゃうんで、なんかちょっとおかしなこと言ってるなって感じになっちゃうんですよで。景気がいいね、今だからこそ、投資をしないやつはマネーリテラシーが低いなんていう意見もちょくちょく聞こえるようになったんですけど、えー、大衆っていうのはそんなにバカじゃないですからね、そこまでね。日本において投資が浸透してこなかったっていうのは一応理由があるんですよ。やっぱり投資してきた人たちいるんですよ。いるけど、実際に損してきたからなんですね。よく聞きませんか投資とかで、ね、まあ、バブルの時のイメージとかもね、結構常強く親の世代とかから残ってたりとかするんで、あの投資ね、 してえー、損してきたとやっぱり株,の株なんてギャンブルだとか、うん、ね、その中にもやっぱり投資なんてするもんじゃないって、そんなイメージがあると思うんですよ。 なんで、えー、投資をしてきた人たちが実際損をしてきたからと。えー、つまりね、えー、投資をしないことが一番の投資だったって、これになった時代があったと。こういう時代があったことは事実なんですよ。投資をしないことが一番まあ儲かったというか、安全というかね、一番の投資になったっていうね、まあ、デフレの時なんて特になんですけど、えー、そういう時があったのは事実なんですよ。でも、今まではそうだったかもしれないけど、これから先ね、このような時代が来ないっていうね、えー、もう来ないと、えー。再来しないってい保証はどこにもないんだよと。投資を してててななないいと貧乏ににるる世の中に今はなっていってるんだよよっっっててててルルールが変わってきてるんだだいいうそういうそことですねだから、えー、会社員っていうのは会社から搾取されてるって思うけど、えー、株式投資をしたって経済的に豊かにはなれないっていねそう思うね人の考える未来はも,うものすごく経済が低迷するような暗い未来を想像してるっていうそういうことになりますよねだから、えー、さっきも言いましたけどね、えー、会社から搾取はされてるし、えー、かといってじゃあ搾取されてる搾取してる側になるというかねまあ,あの得な側にね なったとしても経済的には豊かになれないって考えてるって、なかなか悲観的な未来を想像してるなと思うんですけど、実態としてはそんなことないですからね、どっちに立つかっていうのは自分次第ということで、まあ、こう考えるんだったらね、本当にもう、お先真っ暗だと、株主になってももうだめだし、会社員もダメだしって考えるんだったら、もう日本を出て経済が成長してる、ね、国に行くしかないんですよ。というのが優れた選択肢になるのかもしれないんですけど、まあ、そうなかなかそうもいかないということですね。 まあ僕自身はそこまで悲観的な未来に対して、そこまで悲観的に未来は見てないんですけどね。まあこんな感じで3つの理由があって株式投資をしてないのかなと。で、まとめに行きたいんですけど、まあどんな未来を予想して、今どんな生き方をするかっていうのはその人次第だよねと。会社員の給料は増えてないし、でも企業の利益は増えてるんですよ。で、株主が受け取る配当金も増えてるって、これは今現在事実としてあるよと。以上のことから、会社が従業員を搾取しているって思われてもしょうがないデータはあるんですけど、でもね、もし 会社員が会社に搾取されてるんだと思うんだったら会社の株主側にね、資本家側になってしまえばいいんじゃないのっていうそういうことですね。でも実際には投資に回せるお金もないし、実は会社の仕組みよく分かってないし、投資なんて損するって思ってる人が結構多いわけですね。これらの理由で一歩目を踏み出せないっていう人も多いっていう、そういう現状と。 で投資をしないことが一番の投資っていう時代が確かにあったんだと、そういうあったことを考えると、株式投資さえすれば豊かになれるっていうのは、これは確かに甘い幻想ですよ。とはいえ、やっぱり今の現状を知って、現状を出したいんだったら、何かしらアクションを起こすしかないんですよ。今のままいても、自利品になる世の中だよっていう、そういうことです。だから、このお金に関する5つの力っていうのを身につけようねって言ってるわけですよね。えー、この貯める力、稼ぐ力ね、それから増やす力と、守る力と、使う力。 っていうところでね なんでこの5つの力を身につけていこうよとバランスよくね。えー、給料が今増えないわけですよ。えー、給料が増えないし、えー、それにでも税金とか社会保障の負担が増え続けるっていう世界なんで、何も行動を起こさないっていうのはもう座して死を待つっていうね。もうただただ死ぬの待ってるだけっていう、まあそういう悲観的な状況になりかねないわけなんですよね。だから、えー、まあ要は行動しようと学んで行動しようってずっと言ってることですよね。えー、なんで、まあ自分の希望するね、えー、未来から逆算して、えー、どんな人生にしたいのかなって自分で考えてね。 でそれに向けて今、えー、今日どんな生き方するかっていうのは自分次第だよってことですね、えー。転職して年収を高めるのも1つだし、副業で収入を増やすっていうのも1つだし、えー、経済成長が見込める国とか、えー、会社に投資するっていうのも、これも1つのアクションだと思うしね、給、え、与、ー、所得を高めるのか、それとも給与所得以外の収入を持とうってうね、えー、そういうことですね、ずっと言ってる部分ですよね。えー、自分ののの頭ででで考え抜いいいいいてねねね、えー、少しでも勝勝ち筋のある勝つ可能性の高い未来にかけたいよねっていうそういうことです、ね、いくら したところで、えー、何も未来変わりませんから。と、えー、いうことでね、えー、ずっと話してるみたいに知識をつけて、でも、あの知識今この時代いろんな見方があると思うんですよ。あの学長はそういうふうに、えー、お前はそういうふうに、まあ、うまくいったからそういうふうに思うかもしれないしと、とみんながそんな力持ってるわけじゃないんだよとか、まあ、そういうことね、やっぱりそういう声もあるんですよ、えー。とか、もっと若かったらとか。でも、いつも言うように、今日が一番若い日なんだよっていうのは変わりないし、いくら投げても、でも今日が一番若い日なんですよ、自分の人生にとってね。えー、それに、えーず と言ってるように。 僕自身特別な力があったわけじゃなくて、えー、みんな知らないだけなんだと、えー、まず知って正しく努力していけばみんなある程度ねそこそこ豊かな暮らしはできるようになるんだよってこれは本当にずっと言い続けてることなんですね実際そう思ってるしね僕自身それを信じてるし、えー、周りで言い訳をしてできない理由を考えるっていうのは本当に簡単なんですよ何かできないやらない理由作るって簡単なんですけどそう言わずにね、えー、何歳からでも40代でも50代でも何なら60代の人からでも、えー、行動して収入が増えました って言ってね、そうやってこうあの結果出てる人たちって実際この動画配信しだして1年間ぐらいの間なんですけどその間にいるんですよなんで、えー、やっぱりね、えー、こう言い訳しようって思ったら簡単なんですけど、えー、結局何を言っても人生の責任っていうのは最後自分で取るんでね人生の主役っていうのは自分なんで、えー、自分がどういう人生を生きるかっていうのは最終的に自分次第ってことですよねどういう人生を選ぶのかっていうのはね、えー、ということでまあ今日の内容に関連する動画をね少しだけ紹介なんですけど、えー、給与を投資に回して株主の立場で 配当金を得るってことは、えー、搾取されるだけの立場からね、この上納金をもらえる立場に立つ最も簡単な方法だよと、まあ、株主になるっていうのは、資本家側になる一番簡単な方法だよっていう、そういうことですね。えー、なんで、まあ、そういう動画とかをね、いろいろかなあの解説というか話してるんで、参考にしてほしいなと思います。で、えー、平均的な年収とか、平均的な支出とか、平均的な資産運用とか、いわゆる普通の一般的な生き方してたら、これだけじゃお金持ちになれないんだよと、めっちゃ収入を増やすか、めっちゃ節約するか、めっちゃリスクを取った投資をする まあどこかで勝負をする必要があるんだよという話はねえこの平均的な年収家計支出でも平均的な投資でお金持ちになれるのかっていう動画でねえ話をしてますえこれはねえ極端にめちゃくちゃねえ本当に1個え何かずば抜けたら一番最高なんですけどまあそこまでいかなくても僕自身は 全部がね、全部の能力をそこそこ伸ばすだけでもね、十分平和にというかね、そこそこ豊かにいけれるんじゃないかなと、まあそんな話もよくしてますんでね、参考になればと思います。まあいろいろ話してきたんですけどね、今日はそんなところで、以上参考になれば嬉しいです。動画がいいなと思ったら人に紹介してもらえるとね、嬉しいです。チャンネル登録とかもね、してもらえると非常に嬉しいです。過去の動画でね、紹介してきたリベダすすめサービスの紹介とか、あの、学長すすめ書籍一覧っていうのもこういった別のページでまとめてますんでね、人生論であったりとか、読めば もうう少し未来が明るるく感じれるようなすごくこう閉,塞感閉塞感を感じている人って多いと思うんですけどね、えー、まだまだ視野が狭いだけという人もいるんですよ知らないだけっていうだからもう少し知ることによって、えー、未来が明るく、ねえー、なることってたくさんあると思うんでこういう書籍ね、えー、ぜひ見てほしいと思います、えー、それからリベダイユルコミュニティっていうのもありますんでね、えー、これ見てもらったらねあここ入ってね、まあ、まあなんかもうちょっとこう一緒に頑張る仲間欲しいなとか実際実績出してる人とか見たら勇気湧くと思います、えー、実際オフ会とかもいろんな各地域でやってるんですけどいろんな、ね 年代の人でいろんな志を持ってやっってててる人ががいいすごく勇気が湧いたってねえ、みんな非常にいい仲間が集まってますんでね、えー、ぜひ遊びに来てほしいなと思います、えー。全部動画の説明欄から飛べるようになってるんでね。えー、ということで、今日も長くなっちゃったんですけどね、えー、何か一つでも参考になったら嬉しいです。今日もありがとうございました。